水道の水が出てきたので止めました。水にいたずらをするってね。いかにもお化けさんらしいかもしれないですね。パパさん、私は男運が良くないのですが、恋愛がうまくいかないときというのは、ご先祖様がその相手はやめといて言ってるのでしょうか。その方のご先祖様と花江さんのご先祖様が向き合っていなければ、それは合わないですよ。合わないものは合わないですよ。合わないものは合わないです。結婚してたって合わない。親子だって合わないものは合わないんですよ。質問です。パパさんの後ろについていらっしゃるご先祖様は全員パパさんから見えるんですか？残念ながら僕にはから見えないんですよね。僕は最近気がついたんですよ。自分が誰に守られているのかっていうことをね、見えないんですね。自分のことは見えないんですよ。死に損なって初めて分かったんですよね。パパさん、こんばんは。先日、父親の月命日です。ふとした時に父と倒れた時のことを思い出し泣いてしまいます。また父と話したいです。お父さんのとの楽しかった思い出っていうものをさ、常に心に持たれてさ、お父さんっていうふうに話しかけてくださいよ。お父さんの好きだった、食べ物かなんかさ、マグロのお刺身かなんか買ってきてさ、お父さん一緒に食べようよとかって言ってさ、なんかさ、ビールかなんか一緒にさ、ついでさ、お父さんって言って、あの時楽しかったなとかね、子供の頃お父さんにこんなことして怒られちゃったな、ごめんねとかって、そういう話を普通にされたらいかがかなと思いますよ。すみません、祖父仏様にお供えしたお茶飲んだりした方がいいのですと。お供えをしてしばらく経っているとね、もうお捨てになっていいと思いますよ。と思います。質問です。去年の10月に仲の良かったいとこが自殺してしまいました。最近亡くなるのを止める夢を見ます。自殺した人は自分が亡くなったことに気づいているのでしょうか？後悔していますか？何かしてあげることられることがありますか？自殺した時にね、途端に後悔します。亡くなったで瞬間、とてつもない後悔をいたします。そしてね、極楽浄土に行ってね、苦しかったこと、辛かったことっていうのは全部流されて帰ってまいります。なのでね、戻ってこられた時に、苦しかった、辛かったっていうことを、守ってあげられなかったっていうことを、いつまでもお持ちになっていると、また思い出させてしまうような結果になるので、いとこさんと楽しく過ごした時間とか、そういうことを、思い返してあげてください。そうすることによって、いわゆるね、心が、浄化され、とっても穏やかに過ごすことができます。三輪明宏さんが確か前に、爆弾発言され、霊さん見えなくなったって言ってました。霊能力っていつか、なくなることがあるんですかね。ある程度ご自分の、力っていうものを、本来持っている力以上のことに傾けてしまったときに消え去ってしまうことっていうのがあると思いますよ。例えばとてつもないお金をね、払っていただいちゃったとかね。億というようなさ、お金を、いただくようになったときに、たかだかお化けが見える程度のことでもってもらえるような金額じゃないでしょ、だって。そういうことによってその力を使ってしまったがために宮さんについていらっしゃるご先祖様が、ご先祖様ってお金に対する欲って何にもないんですよ。お心だけしか見てないんですよ。なのでね、ご本人の、心がねくすんでしまったりなんかした時に、そのご先祖様が宮さん自身に対してね、様々なことを伝えてくださるっていうことが薄れてくるっていうのはあるんじゃないかなっていうふうに僕は思いますよ。
はい。そういえば、皆悩んでいた時に遠隔で霊視できるという方に見てもらいました。生き霊と悪霊がついていて、生き霊は遠隔で取れるけど、悪霊は別料金と言われたことがあります。遠隔で霊視はできるのでしょうか？遠隔でも霊視はできますけど、お払いはできないと思いますよ。そして全く逆ですね。生き霊は絶対、僕はですよ。生き霊はだって発信してるところは生きてるんですから、それは取ったってすぐ戻ってきますよね。悪霊さんの方が簡単に取れるっていうふうに僕は思いますけどね。霊は悪いものっていうのはほとんどいらっしゃらないのでね。お化けさんの気持ちを聞いて差し上げて、お化けさんが何をしていただきたいんだっていうことを、受け止めて、そのお化けさんをご供養すればね、その方は心が穏やかになりますのでね。別料金っていうのはちょっとよくわかんないんだよね。なんかね。そんな大したことしないですよ、だって。と思うんだけどね。わかんないですけどね。と思いますよ。まあ僕はだっていただきます。そして、僕の体の中に取り込んだ後に、その、お化けさんの気持ちを聞いて、どうしてほしいのかなって、どういうふうに収めたらいいのかなっていうことを考えて、そのお化けさんが一番、いわゆる極楽浄土に行きたい、行きやすいところに収めてくるという、ただそれだけのことですからね。はい、反して生き霊さんの場合は相手が生きていますからね。取ったってすぐ戻ってくると思うんですけどね。はい。パパさん、周りの人に、霊感がある方が多いです。周りには、全然霊感がある方がいなくて情報交換ができないので、そういったことと知り合いたいです。あ、本当ですか？霊感がある方、多いと思いますよ。霊感をお持ちだろうなっていうふうに思う方。ただ自分が気がついてらっしゃらない方も多いのね。ご納得しちゃったりなんかしてね。これこういうことでしょう、こういう風じゃないですかっていう風に言うと、あ、そうなんですよって言って、それはそうですよって言って、だって、憑依体質であし、霊感があると思いますよっていう風にね、お伝えするとね、あ、そうだったんですかっていうことでもって、ご自分の霊感というものに気がつかれる方はいらっしゃいますね。はい。でも、多いかどうかって基準って周りの人が分かんないのでね、